パツクアロは、メキシコのミチョアガン州にある、自治体、及びその筆頭市。パツクアロ湖の南に位置する。パツクアロという語の意味については、様々な候補が挙げられている。まずはじめに黒染めする場所を意味する、ファスコーロや、土台の場所を意味する、ペタセキューロ、さらには、ガマが生える場所を意味する、ペタチミコーロ、またその他には幸福の地や、 神殿の所在地を意味する言葉から来ているとする説もある。ヌエヴァ・エスパーニャ初代副王であるアントニオ・デメンドーサの記録によると、父メカの主張であるクラダメの二人の息子たちによって建設されたとされる。その年代は不明だが、クラダメの二人の息子が1360年頃に死んだとされることから逆算して、1324年前後に建設されたと推測されている。 その後タラスカ王国が成立すると、その最初の首都になった。当初タラスカ王国には、パツクアロ、ツインツンチャン、イワツヨの三つの中心地があったが、後にツインツンチンンが首都となり、パツクアロは、最始上の中心となった。スペインによる征服後、第一アウディエンシアの長官ヌーニョデグスマンは西部に、暴力的な遠征を行い、タラスカ王国の最後の家村氏である。 タンガシュアン2世を拷問、殺害した。タラスカ王国の滅亡後、その地に、ミチョアカン教区が成立すると、1538年に、その初代司教として、バスコでキロガが赴任し、司教座をツインツンツァンからパツクアロに移した。1539年7月26日の直令で、パツクアロがミチョアカンの首都に定められ、 1553年には、紋章を持つ都市の称号を得た。キロガは、パツクワロに、教会や、コレヒオデサン、ニコラスデオビスポを建設し、町を発展させた。しかしながら、キロガの没後、1575年にミチュ館の首都は、新たに建設されたバリアドリードへと移され、その後司教座や、コレヒオもバリアドリードに移転した。メキシコ独立革命後、 1831年にムニシピオの地位を得た。ポルフィリオ・ディアス大統領時代の1886年に州都モレリアとパツクワロの間に鉄道が開通した。パツクワロは先住民固有の特徴と植民地時代の特徴を保ち続け、2002年にメキシコ政府によりプエブロ・マヒコの一つに選ばれた。パツクワロ及びその中にある湖のエリアは 死者の日の祭典でよく知られている。ありがとうございます。